てるグループナイスボールです。よろしくお願いします。まずは初めに私たちの自己紹介を簡単にしたいと思います。まず初めに私ナイスボールのリーダーひーです。中学校3年生14歳です。よろしくお願いします。続いては私ふーです。中学校3年生の14歳です。よろしくお願いします。拍手。よっしゃ。次は私みーです。小学校6年生11歳です。よろしくお願いします。拍手。みーちゃん。続いては私やーです。小学校6年生11歳です。よろしくお願いします。拍手。よっしゃ。最後に私いつです。中学校2年生の13歳です。よろしくお願いします。拍手。いっちゃん。ありがとうございます。私たちライスボールは先ほど紹介していただいたんですけれども、はい、昨年の11月にデビューをしました。はい、でデビューした時はまだこのひー、ふー、みーよの4人だったんですけれども、はい、4月から新メンバーとして、はい、いつこと、あ、違う、いっちゃんこといつが新メンバーとして加入しました。はい、いっちゃんにはこれからライスボールのボーカルとして一緒に活動していくので、はい、皆さん5人になったライスボールの応援もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、では続いての曲に行きたいと思うんですけれども、続いての曲はですね、私たちは歌いません。そうなんです。何もリアクションなかった。歌います。ということはですね、限られてくるわけですよ、歌う人。おおとなると、わかります。誰誰誰誰私たちの後ろですごいキレキレに踊っていたダンサーのミートヨーマ、なんと今日歌います。イエーイ。イエーイ。この2人で歌うのは初めてで、ハモリにも挑戦したので、今まで一生懸命練習してきましたの で、皆さんどうぞ温かく見守っていただけると嬉しいです。それではバトンタッチしたいと思います。はい、それでは聴いてください。ライスボールで恋のバカンス。
はい、私たちの姉妹ユニットのアルプス乙女の登場です。どうぞ。皆さんこんにちは。こんにちは。もうびっくりして、こんなに人いるんだと思って、はい、びっくりしました。ちょっとね、あのライチボールのリーダーの T さんがちょっと西田遅いになるので、こっち見ないでください、皆さん。みんなこっちに視線をください。はい、こっち、みんなこっち見て。はい、ということで、と思います。帰ってきた。おかえり、おかえりなさいませ。おかえりなさいです。それでは6人揃ったということで、いつもの恒例のやつやりましょう。はい、改めまして皆さん、こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。ありがとうございます。私たちはリンゴ農家を応援するグループ、アルプス乙女です。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。今日5月3日じゃないですか。はい、私たち4月から新体制になって、そうなんです。今日が初ステージなんです。イエーイ。ということで、4月から加入した新メンバー須藤さんにちょっと意気込みをね、発表してもらいたいなと思います。はい、はい、それではよろしくお願いします。アルプス乙女須藤です。はい、これからアルプス乙女として半年間頑張っていきますので、応援よろしくお願いします。はい、頑張れ太郎。あら、すごいじゃないですか、なんかということで、半年間この6人で頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。はい、ということで、早速自己紹介をさせていただきたいなと思います。はい、まずはですね、アルプス1万尺に乗せて私たち自己紹介しているので、あの掛け声とか知ってる方は、この鉄みたいなやつを吹っ飛ばすぐらいの勢いで、はい、届かないですか。上向かって言いますか、じゃあ、はい、って上向かって言ってください。はい、あの、分からない方もぜひ一緒に拍手して、手拍子して盛り上げていただければなと思います。それでは早速行きましょう。行きましょう。アルプス乙女のテーマ、ミュージックスタート。
くとも、すーちゃんって呼んであげてください。よろしくお願いします。では早速、はい、続いての曲に行きたいと思うんですけれども、はい、実は私とすーちゃんとトノには、はい、ある共通点があるんですよ。なんだろう、なんだろう、なんですか、かわいい、かわいい、ありがとう、知ってます、知ってます。実はですね、アイドルグループ、ももいろクローバー Z さんが大好きっていう共通点があるんですよ。そうなんです。初めて知った方もいるかもしれないんですけれども、はい、続いてはそんなももいろクローバー Z さんの曲を初披露でお送りしたいと思います。イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございます。で、この曲すごく盛り上がるんですけれども、はい、その分本当にハードな振りなんですよ。そうなんですよ。すごく私たち久しぶりのライブパフォーマンスで、はい、本当にはっちゃけるので、そうです、今日暴れますから、私たち本当に反応が私たちすごく本当に暴れますので、皆さんもぜひ、あの簡単な振りもついてますので、はい、一緒に踊ったり歌える方は一緒に歌ったりして一緒に盛り上がっていきましょう、はい、それでは聴いてください。アルプス乙女でチャイマックス。私たちのオリジナルソングの虹色リンゴです。はい、
はい、この曲はですね、親子のつながりや、ね、アルプス乙女みたいにあの仲間や友情のつながりなどの歌詞なので、はい、皆さんもよーく耳を澄ませて、よーく歌詞共感できると思うので、はい、皆さんも耳を澄ませて聴いてみてください。はい、そして最後、虹色リンゴの最後の方に、おちょっとスペシャルな、なんと皆さんに嬉しいことが待ってますので、はい、ちょっと楽しみにして聴いててください。はい、お願いします。それでは行きましょう。はい、それでは聴いてください。アルプス乙女で虹色リンゴ。おー